では初めの話題です。今年も残すところあと半月余りとなり、米沢市の上杉神社では今日新年を迎えるため1年の汚れを払い清めるすす払いが行われました。上杉神社では1年の汚れを落とし、参拝者にすがすがしい気持ちで新年を迎えてもらおうと、毎年この時期にすす払いを行っています。今日は朝から神社の職員など14人が上杉神社、松ヶ崎神社、春日神社の3社の大掃除にあたりました。上杉神社本殿では脚立やはしごを使って手の届かない高いところまで丁寧に水拭きしたり、笹の葉で屋根周りの蜘蛛の巣や埃を取り除いたりと、隅々まで汚れを落としていました。上杉神社では例年正月の三が日にはおよそ5万人の初詣客が訪れますが、コロナ禍の影響で去年の人出は例年の10分の1ほどまで落ち込んだということです。それでも今年の正月には7割程度まで回復したことから、今回の正月三が日も3万5千人程度の参拝者数を見込んでいるということです。なお今月29日には1年間祀ったお札やお守りなどを焼き清める古札焼納祭が行われることになっています。では次です。交通事故防止と犯罪被害防止を呼びかける啓発活動が昨日高畑中学校と高畑高校で行われました。この活動は冬の交通安全県民運動と年末地域安全運動の啓発活動として行われたもので、高畑中学校と高畑高校で行われるのは去年に続き2回目です。このうち高畑中学校での活動には町の交通安全協会や交通安全母の会、防犯協会、南陽警察署などから合わせて18人が参加しました。参加者は昇降口で交通安全を呼びかけるのぼり旗を掲げ、授業が終わって下校する生徒たちにディズニーのキャラクターの反射材付きストラップとポケットティッシュを配りました。参加者は夕暮れが早くなっています、夜光反射材をつけて自分の身は自分で守りましょう、気をつけて帰ってねなどと声をかけ、交通事故防止を呼びかけていました。クリスマス駄菓子屋学校と題した催しがおととい南陽市民体育館で開かれ、たくさんの親子がクリスマスにちなんだ工作やレクリエーションを楽しみました。駄菓子屋学校は出展者が趣味や特技、作品などを見せたり、来場者が一緒に作品を作ることで出展者と来場者の交流を深めてもらおうと、南陽市子ども会育成会連絡協議会が毎年開いているものです。新型コロナ感染防止のため午前と午後の2回に分けて行われ、事前に申し込んだ小学生以下の子どもとその保護者およそ100人が来場しました。会場にはクリスマスにちなんだ木工クラフト体験やビーズアクセサリー作りなどのものづくりを楽しめるお店のほか、ストラップアウトといった体を動かして楽しめるお店など10店舗が出店しました。このうち山形大学で児童教育を学んでいる学生たちが出展したブースでは、松ぼっくりのクリスマスツリー作りが行われ、子どもたちはキラキラしたビーズやモールを取り付けながら、オリジナルのミニクリスマスツリーを作っていました。また、今回初めて出展した南陽市社会教育課のブースでは、風船に紙で作った目と耳、手足を取り付けた動物風船作りが行われていて、子どもたちは完成した動物に紐をつけお散歩をして楽しんでいました。訪れた親子は
地域の人たちと交流を深めながら楽しいひとときを過ごしていました。